皆様こんにちは。ミュージカルビッグフィッシュに出演しますサンドラ・ブルーム役の桐谷博夢です。ジョセフィン・ブルーム役の夢咲奈々です。はい、もう千秋楽が終わった後は寂しくて寂しくてね、はい、こんな風な感情になることってなんか滅多にないと言いますか、ね、いろんな演劇に携わってきたら一つ終わったらはい次はい次ってこう割と切り替えられるタイプの方だと思うんですけれども、もうこのビッグフィッシュは後を引いて後を引いて、たまらない作品だったので、もうこの再演のお話を伺った時はよしと思いました。はい、嬉しいの一言です。はい、なんか皆さんが本当にこれは絶対に再演したいっておっしゃっていたし、自分ももちろんそうだったので、まさか本当に実現するとは思わなくって、とても嬉しいですね。サンドラとジョセフィーンね、はい、どうなんでしょうね、典型的なアメリカの南部のも女性は家と家庭を守るっていう、こう両妻賢母なお母さんと現代的なねキャリアを、はい、仕事をちゃんと持って、ね、バリバリ働いてる女性だからね、どうなんだろうね、理解でもしとにかく優しかったです。そうなんです実際演じてみてこんなに優しく夫の帰りを待ってられるって、こうちょっとそういう、こういわゆる今の現代的な、なんか自身の自分の、はい、なんか問いとこう葛藤する時がたまにありましたね。あ、うん、あんなに家に帰らへん待ってるかな、なんかこの家に入るにはもう教科書のようなお手本の方だなっていうイメージでした。そう、うん、そうなんですよ。あ、ちょっとなんか質問からそれましたけれども、なのですごく許容量が広いきっとお母さんだと思いますので、この嫁にもしっかりとはい、ブルーム家のバーベキューソースの味をちゃんと伝授して毎回教えていただいてました。いい嫁しゅうとめ関係が築けていると思っております。そうです、バーベキュー私も思い出してたんです。なんか新しい台本、なんかバーベキュー作るのよみたいなセリフなくなってましたね。ね、はい、じゃあ戻しましょうバーベキューバーベキューの話してしまいました、はい全部困るところもいいところも含めてね、うん、もう愛しちゃってるからね。そうですね、そうじゃなきゃこの家に嫁げないですよね。嫁げないし、うん、そんな帰り待ってないですよそうそうね、ベル連れて出てきますよでもそこをいやもう本当に考えだと思います。でも夫婦ってきっとね、まだ夫婦になった経験がないから、私想像でしかありませんけれども、何でしょう、まあ稽古場からもなんかそんな感じじゃありません。でも本当にご家族でした。ジェイさんもそうだし、浦井のケンちゃんもすごく2人ともちょっと違う個性ですけど、パーって明るいんですよね、はい、なんか血がつながってる感じがすごくします、うん、だから何でしょう、それをもう稽古場で気づいたら私とねねちゃんが黙ってうーん微笑みながら見てる図っていうのがずっとありまして、だからまあ、Jさんとしてもケンちゃんとしてもそうですけど、特にもうそのままでいていいよって思ってます、うん、私は。私もそう思ってない。なんかね、ちょっと憎まれ口言うぐらいがでも楽しいんですかね、こういうの。楽しいそうだな、何だろうな、何やろうな、ない、大丈夫です、そのままの夫と息子でいてください。はい、エドワード・ブルームをやるために生まれてきたであろうカビラ・ジェイさんの初演のビッグフィッシュは本当にもうスタッフも出演者もお客様も含め、もう J さんの愛が、本当にみんなの思いが J さんに向かって生まれた作品だったなと痛感しているところです。本当 J さんが命をかけて演じられていたのに、私たちもすごくそれをこう
支えなきゃいけないし、そのビッグフィッシュの中での登場人物として生きなきゃいけないしっていう、なんかそんな思いでいつも毎回溢れていた舞台だったなと思いますので、もう今回はまた12人バージョンということで、さらにね倍以上の力を、注いで、この愛の家族の物語、父から子へ受け継がれていく物語を、お届けしていきたいなと思っております。はい、私もそうですね、毎回稽古場で見ていたり、それから見ていたりして、見る方多分皆さん自分の人生とどこか重なるところがあったり、思い返してみたり、見つめ直してみたり、先を見てみたりする、いろいろな感じ方ができる素敵な作品なんだなっていうのを毎回感じていて、その作品がまたこうして今12人っていう少人数になるんですけど、その中でどういう風に濃くなっていくのかっていうのが今からすごい楽しみでもあるし、私自身すごい大変そうだなって思うんですけど、ね、はい、でも皆さんに助けていただきながら、はい、みんなで支え合いましょう。はい、はい、本当にそこがまたちょっと家族っぽいというか、うん、素敵な、より家族感出るかもしれないですね。そうだと思います。うん、ね、12人になって、うん、はい、きっとまた新しいビッグフィッシュに出会えると思いますので、はいはい、劇場でお待ちしております。マーベラスに素晴らしいミュージカルビッグフィッシュ、皆様ぜひご覧ください。劇場でお待ちしてます。